北軍第11軍団第1師団、気象南北戦争中の北軍第11軍団は、当初バージニア軍第1軍団として編成され、後にポトマック軍の所属となって、第11軍団に名称変更された移民ドイツ人の連帯を多く含む軍団である。第11軍団の元となったのは、ジョンシー・フレモンとの山岳軍管区の部隊とルイス・ブレンカーの 移民ドイツ人士団の二つの部隊である。ブレンカーは第一次ブルランの戦いで移民ドイツ人旅団の旅団長を務めており、予備に回ったため戦闘にはほとんど参加しなかったが、後にはポトマック軍の士団長となっている。しかしながら、1862年春のポトマック軍の半島方面作戦には、ブレンカーの士団は参加せず、フレモントの部隊に加わった。フレモントの部隊は、 バージニア西部で活動した。1862年春に南軍ストーンウォール、ジャクソンがバレー方面作戦を開始すると、マクドウェルの戦いとクロスキーズの戦いで、ジャクソンと戦った。部隊は大きな損害を受け、6月末までには補給も困難となった。兵士には数ヶ月間給与が払われず、また病気や落語によって多くの兵を失った。 1862年6月24日、ジョン・ポープ少将のバージニア軍が結成されたことに、伴い、エイブラハム・リンカーン大統領の命令により、山岳軍管区は、バージニア軍第一軍団と名称が変更され、引き続き、フレモントが、司令官を務めることとなった。バージニア軍は、フレモントの第一軍団のほか、第二軍団、第三軍団で構成されていた。フレモントは、 自身の方が専人であるとして、ポープの部下になることを拒否した。このため、6月29日に、フランツ・シーゲルが軍団長を引き継いだ。第一軍団の多くのドイツ人兵士はあまり英語は話せなかったが、英語とドイツ語を混ぜた、アイファイツミット・ジーゲルでもシーゲルは軍団を率いたが、戦死295人、戦勝1361人、行方不明431人、 合計2087人という大きな損害を受けた。第2次ブルランでは、軍団は3個師団で編成されていたが、師団長は、ロバート・カミング・シェンク巡将、アドルフ・フォンシュタイン・ベール巡将、カール・シュルツ巡将の3人で、全員がドイツ語を話せた。加えて、ロバート・ミルロイ巡将の独立旅団が追加されていた。1862年9月12日の、 一般命令129号により、軍団はポトマック軍の所属となり名称は第11軍団に変更された。これは、マクドウェルの第3軍団がポトマック軍に復帰して元の名称の第1軍団に戻ったことに伴うものであった。ポトマック軍のメリーランド方面作戦及び1862年秋の間、第11軍団は、 ワシントン DC 正面の北バージニアにあり、センタービル付近の全焼基地をいくつか占領した。12月にはフレデリックスバーグへ向かって進軍したが、北軍の敗北に終わったフレデリックスバーグの戦いには加われなかった。その後バージニア州スタンフォードで東映に入った。1863年2月にポトマック軍の司令官がジョセフ・フッカーに交代すると、シーゲルは ポトマック軍内で序列2位の召喚となった。このことと第11軍団の規模が他の軍団と比較して小さかったことからシーゲルは軍団の規模拡大を願い出た。彼の申し出は拒否され、怒ったシーゲルは軍団長を辞任した。公認には自身より公認のダニエル・シックルズが先に軍団長になったことに不満を抱いていたオリバー・オー・ハワード少将が就任した。 ハワード少将は1863年5月1日から3日のチャンセラーズビルの戦いで軍団の指揮を務めたが、構成はチャールズ・デバンス、フォン、シュタインベール及びシュルツの3個師団、実動12,619人であり、27個連隊中13個連隊がドイツ人連隊であった。第11軍団の兵は経験を積んだ子兵が多かったが、 軍団長がドイツ人のシーゲルからハワードに変わったことで士気は落ちていた。5月1日、南軍のロバート・イーリー大将とその部下のストーンウォール・ジャクソンはリスクは高いが大胆不敵な攻撃計画を決定した。南軍はチャンセラーズビルの4万の兵を分割し、ジャクソンが南軍第2軍団の2万8千人を率いて北軍の右側面を攻撃することとした。 5月2日、ジャクソンはこの計画を完璧に実行し、北軍右翼に密かに回り込んだが、不運な第11軍団が攻撃対象となった。北軍右翼は川や山といった地形上の障害物で守られているわけではなく、解放されていた。ハワードは南軍が彼の前線を攻撃する可能性があることを警告されていたが、ジャクソンの攻撃に対して何の準備もしていなかった。 午後6時にジャクソンの軍団が攻撃を開始した時、第11軍団は全く戦闘準備ができておらず、多くが夕食を食べている最中であった。攻撃は完全に成功し、ジャクソンの軍歴の中でも最高得点に値するものであった。いくつかの旅団は戦闘のために前線を移動させたり、1時間以上勇敢に抵抗し、敵の進撃を遅滞させ、 その後秩序を保って後退することができたが、第11軍団全体にとっては第惨次となった。チャンセラーズビルでの第11軍団の損害は、戦死217人、戦勝戦218人、捕虜、行方不明972人の合計2407人であった。ゲティスバーグの戦いでも、軍司令官はハワードが務め、師団長はフランシス・シー・バーロー、フォン、 シュタインベール、シュルツで26個不評連隊と5個砲兵中隊から構成されていた。兵士たちはチャンセラーズビルでの汚名を注ぐ希望を持って戦場に向かった。6月1日の昼頃、軍団は町の南部に到着したが、第一軍団が町の西ですでに戦闘に入ったことを知った。ハワードはフォンシュタインベールの次第をセメタリーヒルの高地に予備として配置し、 残りの2個師団を北に向かわせた。ハワードは、ウィンフィールド、スコット・ハンコックが到着するまでの、しばらくの間、戦闘全体の指揮をとった。南軍リチャード・イーウェルの第2軍団から、北方から到着し、圧倒的な突撃をかけてきた。バーローの師団は、軍団右翼に配置されていたが、愚かにも、部隊を小さな丘に向かって動かしたが、これによって前線に突出部ができ、 そこが多方向から攻撃されることになった。南軍ジュバルアーリーの師団は、この機を利用し、バーロー師団を交代させた。バーロー自身も負傷し、捕虜となった。軍団右翼の崩壊は、ドミノ倒しのように、軍団左翼を崩壊させ、さらにその左にあった第一軍団にも及んだ。このため北軍は、ゲティスバーグを撤退し安全なセメタリーヒルまで交代したが、 その途中に多くの兵士が捕虜となった。翌日、第11軍団は防御任務につき、セメタリーヒルの東部をアーリーの第2回目の攻撃から守り切った。ゲティスバーグの戦いの前日には、軍団の兵力は1万576人と報告されていたが、戦闘に参加したのは9000人以下で、戦士368人、戦勝1922人、捕虜。 行方不明1511の合計3801人の損害を出した。ゲティスバーグの戦いの後、第11軍団はバージニアに戻った。8月7日、第1師団は第11軍団の所属から離れ、サウスカロライナ州チャールストンへ向かうよう命令を受けた。9月24日、第2師団及び第3師団はカンバーランド軍の補強のため、 第12軍団と共に、テネシーへ向かう命令用を受けた。これら2個師団は総人員2万人を超えていたが、1週間の間に1200マイル以上を移動し、テネシー川の沿いのブリッジボートに、事故も地帯もなく到着した。なお、ジョセフ・フッカーが、第11軍団と、第12軍団の総合指揮官となった。10月29日。 包囲されたチャタヌーガイの補給路を確保するために、開始されたワウハッチーの戦いの戦いで、ハワードの日光師団は、第12軍団を支援するよう命令された。戦場に到着すると、ポンシュタインベール師団のオーランドスミス大佐の旅団は、敵と面する急な丘に対して、突撃をかけた。敵からの銃火を浴びたが、発砲は行わず、銃剣のみで、 ジェームズ・ロング・ストリートの南軍子参兵を残壕から追い落とした。この攻撃でいくつかの連隊は大損害を受けたが、この極めて勇敢な攻撃はユリシーズ・グラント等の交換たちから大きな賞賛を受けた。11軍団の一部はミッショナリー・リッチの戦いにも参加し、左翼のウィリアム・シャーマンと協力した。戦いの後、軍団はノックスビルの解放に向かったが、 この作戦の困難さと補給不足は、以前に経験した作戦を上回るものであった。1864年4月、第11軍団の2個師団は分割され、新たに組織された第20軍団の所属となった。ハワードは、第4軍団の軍団長となり、その後さらに、テネシー軍の司令官に昇進した、カンバーランド軍所属。他はすべて、ポトマック軍所属。 ありがとうございます。